こんにちは。今日は Z33 の購入にかかった費用と維持費についてお話ししていきたいと思います。まずは Z33 の紹介をしていきたいと思います。 Z33 は2002年から2008年まで生産されていて、年式によって前期、中期、後期と型が分かれています。あとはバージョンですが、標準仕様とバージョン S、バージョン T、バージョン ST の4種類があります。僕の Z33 は2005年式の中期型で、バージョン ST、マニュアル車です。走行距離4万キロ程度で、まあほとんどノーマルの車両で、程度が良かったこともあって、車両価格は150万円、乗り出し価格で170万円でした。僕の場合は頭金100万円、残りの70万円を2年ローンで組みました。2年ローン70万円なので、月々3万円程度のローンになりました。 Z33 の中古相場はそれほど高くはないので、まあ、購入自体は頑張ればいけるんじゃないかと思います。また頭金があまり用意できてなくても、ローンの年数を長くしたりとか対応もできますので、購入に関してはそれほどハードルは高くないんじゃないかと思います。ではここで Z33 の前期、中期、後期の違いと各グレードの違いについて簡単に説明していきたいと思います。まず前期と中期からヘッドライトが変わっています。これは中期型なのでこのような形ですが、前期型だとここにオレンジの線が入るようなヘッドライトになっています。また前期と中期以降ではバンパーの形状も変わっています。後期型になるとこのボンネットの形状に一部膨らみができて、そこで見分けがつくようになります。なぜボンネットが変わってくるのかというと、搭載されるエンジンがV935DE から V935HR に変わって、エンジンの高さがあるので、そこでボンネットに逃げが作られています。次にテールランプを紹介します。前期型だと実は電球式なんですが、中期型以降でここが LED のテールランプになります。また前期、中期、後期とではエンジンも違ってきます。前期から中期、中期から後期になるにつれてエンジンのレブリミットが上がっていて、スポーツエンジンになっています。また Z33 にはオープンモデルもあります。 Z でオープンを楽しみたい人はぜひ Z33 のロードスターを検討してみてください。次に各グレードの説明をしていきたいと思います。標準車はこれから説明するパーツが付いていない素の状態になります。ではバージョン S から説明していきます。バージョン S になるとこのブレーキが変わってきます。ブレーキがブレンボキャリパーが前後つくようになります。そしてバージョン T になるとこのように革のシートがつきます。革のシートで電動のパワーシート、これがつくのがバージョン T です。そしてバージョン S のブレンボブレーキとバージョン T の革シート、どちらもついているのがバージョン ST になります。次に Z を購入してからかかった費用について話していきます。 Z を購入すると毎月任意保険代とあとローン代がかかるようになりました。任意保険は保証する内容によっても金額が違いますし、あとは年齢によっても金額が変わってきます。任意保険には対人、対物の事故などの保証と、あとは車両の盗難とか事故で何か傷ついて交換するとか、そういう車両保険というのがありますが、その2つどちらも保証される内容だと値段は高くなります。またその状態で年齢が若い18歳、20歳ぐらいだと月に3万円ぐらいかかるかもしれません。
こは人によって違うので難しいところですが、僕の場合は月に6000円ぐらいかかっています。まあ、あとは月のローンが3万円、合計36000円、この Z33 購入してかかるようになりました。次に納車されてからかかったお金なんですが、納車当時タイヤがすごい古いのがついていまして、一応納車整備としてバッテリー、あとワイパーのゴム、ブレーキパッド、オイルなどは新品に変えられたんですが、タイヤは古いままでして、納車してすぐタイヤ交換をすることになりました。近くのタイヤ屋さんに行ってダンロップの国産スポーツタイヤに交換してもらったんですが、その時4本で12万円、それで結構高いなと思って、最初は前の2本6万円変えて、翌月給料が入ったら後ろの2本変えるというような、そういう感じで交換をしました。次に納車当時から後輪のデフという部品があるんですけど、それをマウントしているブッシュが破れていて交換する必要があったので、それも交換しました。それは自分で交換して5万円ぐらいかかりました。なので17万円ほど納車後の整備メンテナンスでお金がかかっています。そしてこの Z を購入してから半年後に車検が切れましたので、車検を受けに行きました。その時はお店に出すのではなく、自分で陸運局に持っていくユーザー車検というもので通して、車検代はその時は5万6000円ほどですね。意外と車検代に関してはフィットやスイフトなんかのコンパクトカーとそう変わりません。車検の次は次の年の4月か5月頃に自動車税というものがかかりまして、自動車税というのは排気量によって値段が変わってくるんですが、 Z33 の 3500cc だと通常5万8000円かかります。排気量の小さい車や軽自動車と比べると少し高いかなと思います。また自動車税に関しては初年度の取得から13年経過すると割高になります。そうなると1年で6万円以上かかるので、そこは高いですね。また13年以上経過すると車検の時に必要になる重量税も割増になります。その点も踏まえて購入された方がいいかと思います。だいたい維持費に関しては任意保険、あとは車検、自動車税、ローンがある人はローンがかかりますが、軽自動車と比べるとだいぶ高くはなってしまうんですが、もっと古くて排気量のある車と比べると少しは安く抑えられています。このように何かと維持費はかかってきますが、僕は小さい時にゲームでよくこの Z33 で遊んでいたのもあって、ずっと欲しかった車なんで、まあ買って後悔はしていないです。何か欲しい車がある人はこの Z に限らず何でもいいんですが、頑張って買ってみたらいいんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。